親父を倒すための勇者の称号のはずが、これほど面倒なことになるとはな。しかし、これで忌々しい偽勇者の称号ともおさらばだ。もう完全に心を開いた気でいるみたいだね。気ではない。これは真実だ。目には見えなくとも我にはわかる。だといいんですけど。なんだ、疑り深いやつだな。やめてよ、縁起でもない。中に入るぞ、偽勇者。姫様、今頃どうしておいでだろうか。早く魔王を倒さないと。姫様が、姫様、負傷はあります。勇者の称号を必ずや取り戻してみせます。そして魔王をこの手で、いや魔王をどう倒すかはとりあえず置いておこう。グズグズしてたら僕自身が本物の悪魔になっちゃうし。そうだよ、悪魔なんかになってたまるか。いざとなったらどんな手を使ってでも魔王から称号を奪って。何をブツブツ言っている。なんでもないよ。あれ、ここ前と少し変わってる。忘れたのか。心は常に変化してるのだ。中の様子も当然変わる。そういうものなんだ。そうだ、それが成長、それが進化、我が常に発展し続けている証拠だ。ほうほうほう、お主が成長、ちゃんちゃらおかしいでござんすね。お前らは三雑魚トリオ。雑魚って言うな、アタック兄弟でやんす。今度は三匹揃っての登場か。だがなぜだ、なぜ我の心の中に無断で入り込める。おお通りすがりの親切な人がオタクの居場所を教えてくれたざんす。なんだと、誰がそんなことを。しかし教えたところで我の許可がなければ心には入れんはず。我はお前らが入るのを許した覚えはない。断じてな。でも入れたでござんすよ、何の抵抗もなく。どういうことだろう。この悪魔たちといい、ベリルさんといい、ホイホイ入れるなんて案外最初から心を開いてるんじゃないの。ふざけるな。ここはお前ら雑魚の来るところではない。いいか。さてはて、出ていくのはどっちでやんすかね。成長したオイラたちの実力を見てから物を言うがいいでやんす。オーヤビーン、成長してねえし、そして実力じゃねえし。こいつらは今の言葉そっくり返すでござんす。お主の心が成長してくれないと散々愚痴を聞かされたでござんすよ。なに。へへ、おいらお前の心の中の住人とお友達になったでやんす。自分の心にすら愛想つかされるなんて、さすがは優等生ざんすね。さて、唯一の味方、自分の心と戦う準備はできたでござんすか。唯一の味方だと、悪魔聞きの悪いことを。お前らとことん我を知らぬようだな。我には最初から味方などおらぬわ。ただの一人もな。生まれてこの方、信ずる者は己のみ。そのような戦法、我には聞かぬ、通じる。自分の心の住人にも容赦ないとは、さすが優等生でやんすね。でも勝ったからっていい気になるなでやんすよ。お前の弱点は手に入れたでやんす。何？オタクが戦いに気を取られているうちにこっそり心を盗ませてもらったざんす。次に会った時がお主の負ける時。
我の弱点を心を盗んだだと。あれ、あいつら何か落としてったよ。弱点ってこれのことかな。これってゲーム機？あ、電源は入れるな。すみません、もう入れちゃいました。してくれる。おお、なんか踏んだか。踏んだかじゃねえよ。どうしてくれるんだ、我のデスオメガステーションポータブル。おお、すまん、見えんかったものでな。簡単に言ってくれるぜ。いいか、買い直したってやり込みまくったデータは返ってこないんだぞ。我の400万時間を返せ。ほう、それはそんなに面白いのか。ああ面白いね。超勇者がすごくてな、死んだはずが皆の願いとやらで復活しやがる。あんな勇者を我も一度倒してみたいものだ。だがな、その前に親父、あんたを倒せ。どんな手を使ってもな。ほう、わしを倒すとな。お前も言うようになったな。頼もしいことだ。チッ、反省の色なしか。さすが魔界の親玉。それにしても何回目だよ、踏んづけたのは。確か2回か3回目じゃなかったか。19回だ。いいか、我は本気だ。後で泣いて謝ったって知らんぞ。いつの日かやり込みデータの恨みを晴らしてやるからな。魔王を倒したい理由がゲームの恨みって本当だったんだ。そりゃ400万時間は同情するけど、何も倒さなくたって。倒す必要がないだと。お前だって魔王を倒しに来た口だろ。それはそうだけど、理由が全然違うというか。言っておくが、親父を倒すのは我だからな。出なければ成仏できん。成仏？決まっているだろう。死んだやり込みデータの成仏だ。究極の隠しボス、レベル9999の超魔王ワールを目前にして戦うことなくデータが消滅だぞ。さぞや無念だったろう。死んでも死にきれまい。そうですか、言うだけ無駄か。